皆さんこんにちは、さこちゃんの山本さこんです。前回に引き続きさこんヒストリーを紹介していきたいと思います。で、前回はちょうど高校生卒業するまでの話をさせてもらいましたので、これから18歳を超えて高校卒業してから S3 を乗った後のヒストリーをご紹介していきたいと思います。で、先ほども話をしたんですが、 F3 に国内のレースで、当時本当に、最年少のドライバーとしてデビューしていまして、でもそれでも結果が良かった、そしてもともとヨーロッパに行ってレースをしたかった、その思いがあったので、日本全日本 F3 の翌年2002年にはヨーロッパに単身で渡りました。ドイツ F3、ユーロ F3、この2つのレースに出たわけなんですけれども、このドイツにまずは行ってから僕の人生は大きく大きく変わっていきます。初めてヨーロッパに単身で行ったわけです。一人暮らしも初めてで、こういう状況っていうのは僕自身にとって初めての経験だったんです。ドイツって皆さんどんな国かご存知ですか？僕がドイツへ行った時、ちょうどそれは2月だったんですね。2月冬じゃないですか。冬のドイツっていうのは、僕はデュッセルドルフっていう町にまずはこう拠点を置いて、活動を始めたんですけども、土日の過ごし方が全然違ってて、日曜日になるとお店が全部閉まるんですよ。なんか食べるもの何も買えないんだけどっていうふうに困った経験がいっぱいあります。あとですね、困ったことといえば、一番最初こうドイツへ行ってチームがこう食事会を開いてくれて、ウェルカム、本当に小さな田舎の食事会なんですけど、でそこでレストランでトイレ行きたくなってトイレ行こうとしたら、ドアはこう2枚あって F と D って書かれてるんですよ。しかも男性とか女性のその形のあのアイコンがなくて、単なる F と D なんですよ。これどっちが男性なんだろうと思って、これ本当に2択じゃないですか。なので、でもなんとなく D の方がなんかかっこいいな、男っぽいかなって D ガチャって開けて入ったら、中にこうドイツ人の女性の方がいて、バーって叫ばれて、ごめんなさいっつってバーンって閉めて、こっちの方入ってったんですけど、ちなみに F はファーレンで、D はダーメン、そうしたらメンって書いてあったから入ったんです。でもそこは女性って意味だったんですね。で、こんなになんか全然わかんないとこ来ちゃったなっていうのは第一印象だったんです。で、そっからもう第一印象が悪いとですね、その後もなかなか大変なことがいっぱいありまして、雨が多いんです。とにかくずっと冬はね、雨が多くて、ちょっとそういったその天候とか習慣とかが違って、まずはこう少しホームシックになり始めたんですね。で、さらにやっぱり一人暮らしで、この町誰も僕のことを知らないし、言葉もドイツ語で英語と違って分かんないし、こうやっぱりコミュニケーションを取る時間がほとんど なくなってったんですよ。で、もちろん僕は F3 をしにレースをしに行ってますから、いい結果が出れば全てハッピーだったんですけども、コミュニケーションがうまくいかないからチームと何にもうまくいかなくなっちゃったんですね。何人であろうとも人と人なので、そこはうまくコミュニケーションを取って、一つの目的に向かって一緒にチーム一丸となってやっていかなきゃいけないんですけども、それがやっぱりうまく作れなかった。で、このやっぱり不調を乗り越えるには相当苦労をしました。まず、なんで相手がそういうことを言うんだろうかとか、なんでこっちの話を聞いてくれないんだろうかとか、あとは一番違うのは、黙ってたら何もやってくれないってことなんです。すごく戸惑いがありました。自分が今こう振り返ってみて、この時にその苦労をした、それがですね、後々僕が F1 にデビューすることに実はつながっていくんです。このユーロ3の時に乗っていた僕のチームオーナーが2005年に F1 のチームオーナーになったんですね。で、こんなことってあまりなかったので、すごく大きなチャンスだった。で、後にも話をしますが、
そのチームオーナーがいたからこそ僕は一番最初 F1 に乗るきっかけをつかむことができたんです。ただ、まあ、今回、この2002年から2003年の不調な時に、まあ、どうやって克服したかって言うんですけども、これはもう正直な話をすると、2004年に一遍日本に帰ってきました。自分のもうメンタル的にもズタボロになって、やっぱりこう自信を持ってドライビングできない状態だったので、もう本当にこの時に、ね、実は初めてこうレースを始めてから初めてもうレースを続けられないんじゃないか、もうレース僕には向いてないんじゃないか、やめた方がいいんじゃないかって考えた時だったんですよ。それでも僕の背中を押してくれた家族や、そして信頼をしてくれた方たちがいて、左近だったら F1 ドライバーになれるからもう一回挑戦してみろということで、日本に帰ってきて、もう一回全日本の F3 のレースに出場をしていきました。でその時に全部崩れてしまった自信を、もう本当に一つ一つの積み木を重ねていくかのように、自分のこう自信をゆっくりと積み重ねていって、その年にレースで優勝をして、しっかりとこれからレースをやっていくんだ、 F1 ドライバーはね必ず上り詰めていくんだっていう決意を新たにしてしたのが2004年で、2005年には僕がこう初めてこのジョーダングランプにて鈴鹿の F1 金曜日テスト走行で初めて F1 に乗ってレギュラードライバーのタイムを上回るという結果を出すことができたんです。で実はこのジョーダングランプリというのが、さっき僕が2003年で走っていた F3 のチームオーナーと同じオーナーだったんですね。でオーナーが変わったっていうことで知ってる仲だったので話しに行ったんです。僕を F1 乗せてくれって。そしたらこのテストが鈴鹿で実現をしたっていうのが、こう非常に僕にとっては大きなきっかけになりました。だからこそこの翌年2006年なんですけども、当時日本人最年少 F1 ドライバーとして F1 にスーパーグレー F1 チームからデビューすることができたわけですね。でこれが僕が当時乗っていた F1 です。このスーパーグリというのは日本のモータースポーツファンの皆さんにはもうご存知の方も多いと思いますし、また山本左近っていうドライバーを皆さんに知っていただいた一番大きなきっかけでもあると思いますけれども、このスーパーグリというのはもうチームオールジャパンとして、世界中のこの世界の F1 の中で戦ってきたチームなんです。でドライバーもチームメイトは佐藤拓磨選手、これはインディ500も日本人で初めて優勝したすごい大活躍の先輩にあたる佐藤拓磨選手もいらっしゃいましたし、またオーナーは鈴木あぐりさん、そしてホンダエンジンブリヂストンタイヤ、もう本当にオールジャパンとして、世界の F1 の中でこの日本の日の丸をつけてね、走らすことができた、乗ることができたというのは本当に今本当に誇りに思いますね。でこの時夢にまで見た F1 にデビューすることができたので、とても楽しかったんじゃないかなと想像されると思うんですけども、僕のデビュー戦っていうのは非常にほろ苦いデビュー戦だったんです。でどんなデビュー戦だったかっていうと、まさにドイツグランプリで僕の何度も走ったことあるサーキットで自信があった、でも予選で失敗してしまって、この車を壊してしまって決勝に臨んだわけですが、この臨んだんですけれども、実は決勝も1周目でっていうか、スタートしてすぐ実はチームがこう直しきれてない部分があって、結局1周目でリタイアしてしまったというのが僕の F1 のすごくほろ苦い思い出なんです。でただそのデビューしてからそのシーズンの最後、日本グランプリ終盤帰ってくるわけなんですが、初めての母国グランプリ鈴鹿サーキットで当時3日間で36万人のお客さんが来て、1日日曜日には15万人のお客さんがいた。鈴鹿サーキット1周丸々どこをとっても景色が人、こんな鈴鹿は今もう後にも先にも見たことがないっていうぐらいの観客の中でレースができたというのは本当に
自分の中でも貴重な本当に素晴らしい体験を日本のファンの皆さんと共に共有することができたなというふうに誇らしく思います。で、僕はこの2006年から2012年までヨーロッパに拠点を移す、ヨーロッパの拠点で F1 をこうずっと回っていたわけです。まあ、ドライバーであったりテストドライバーだったりリザーブドライバーだったり、また他のレースに出たりといったこともありますけれども、ヨーロッパで生活をしていた中で、ちょっと話がそれるんですけれども、この2008年に、週刊誌もうこうデビューって作ってる人の嫌がらせですよね。これ別にデビューしたくてデビューしてるわけないんで、この何かというと金曜日の発売の雑誌に、まあ、取られてしまって、それが週刊誌に載ったということなんですが、まあ、あえて名前は捨てますけども、某モデルさんと取られた、週刊誌に取られた時は F1 デビューした時以上に周りから電話がかかってきました。 F1 デビューの方がすごいことなんだけど、世界で20人ですよ、世界で20人の人になったのは F1 ドライバーだったんだけど、それ以上に日本では話題になってたっていうふうに言われて、かなりまあ、びっくり、そしてちょっと恥ずかしい、ちょっとじゃないです、だいぶ恥ずかしかったんですが、で2012年実はここでまた大きな転換期が来るわけなんですけども、日本に帰ってきます。2012年に僕は当時ここ住んでいたスペインバルセロナから日本に戻ってきて、しかもレースじゃなくて医療法人サーラビ会、社会障子サーラビ会の経営に携わるようになりました。医療や介護、障害福祉、また保育といったそういった仕事をするようになったのはこの2012年なんです。なんでレース F1 を降りて、医療や社会福祉の道へ進んだのって言われるんですけども、もうこれは僕としてはもう運命としか言いようがないなと思うぐらい、いろんなこう歯車が重なり合って僕は日本に戻ってくることになりました。レースの予定が急にキャンセルになったり、どうしても4ヶ月5ヶ月の時間が空いてしまう。でその間に、まあ、ずっと忙しかったので、少し日本でいろいろ回ってみようと思った時に、私の、まあ、生まれ故郷である豊橋にあった医療法人と社会障子、まあ、これは両親が立ち上げたものですけれども、社会福祉の現場、医療介護の現場を見て、はっと自分が今までレースとして命を懸けて戦ってきたんですけれども、この医療や介護、障害福祉にいる現場の人たちというのは、他の人の命に向き合う仕事、他の人の人生に寄り添う、なんて素晴らしい仕事なんだろうと、そういうふうに思って、僕はこの時に一気にシフトをして、ガチャンとギアが変わって、医療福祉介護の仕事を携わるようになりました。でその中で少しこうレースから外れていた時期もあるんですが、国内のレースのテレビの解説で現場に復帰させていただいたり、またこのフリップにはないんですけれども、2015年にはフォーミュラ E という電気自動車の世界選手権の1年目にロンドン大会で2レース出てるわけです。 EV カーのレースというものがどういうものなのか、またどういう未来をこれから EV が作っていくのかということは非常に興味関心があって、フォーミュラにも出場をしました。2019年は、今年は参議院の全国比例で、選挙に、国政選挙に初めて立候補をしました。それではこれからどんどんいろんな面白い動画を発信していきたいと思います。皆さんチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いいたします。それではさこちゃんの山本さこんでした。バイバイ。皆さんこんにちは。快適ですね。やっぱりなんかザ・モーターショーって感じの展示スペースになってます。このバイクで世界に売ってる、僕はこのホンダエンジンを乗せて F1 に乗っていた。